おはようございます。簡単マイコン教室、おちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマに、今はここに映っているプラトーっていうのをサイトで、国土交通省さんがされてるんですが、それの勉強をしています。先週、確か概要のお話ですね、スタートガイドを見て、順次説明していこうっていうので、説明を始めました。ざーっと見ていって、で、一番最初はここのこの 3D モデルを実際に触りましょうっていうので、このプラトビューを体験して、で、スライドを、そうか、これから巻き戻して、このスライドを見て、で、先週終わったので、今日は、これですね。これを見ていきましょうということになります。はい、じゃあちょっと大きくしましょう。はい。で、おお、It's heavy ですね。3D モデルデータの基礎編は1から4までありますね。ちょっと今日1日で、まあ、1つずつ行くと来週にまたがるので、そうですよね。まあ今日、明日、明後日ぐらいまでには終えたいというので、ざっと見ていきましょう。モデルの入手方法とデータ。ああ、これあんま欲張らない方がいいかもしれませんね。途中で演習的な話が出てくるかもしれません。と、3D データの基礎ということで、3D 都市モデルは CTGML と呼ばれるデータ形式を基本として、他にも様々なデータ形式変換したものが配られていますと。このトピックでは、モデルデータの入手方法やデータの形式の違い、そして CTGML の基本的な構造について説明しますということで、このトピックではということで、このトピック3、今が3になるんですかね。4部作になっていて、これにはこれだけ載ってると。モデルのダウンロード、ファイルの構成ですね。で、まずダウンロードして実際に手に入れてみましょうってことなんですかね。で、モデルは G 空間情報センター。ちょっと大きくしましょうか。このサイトで配布されていますと。ちょっと大きすぎましたか。これぐらいがいいかな。で、これクリックすると多分新しいタブが開くんですよね。こんなマークついてるので。あ、開きました。このサイトにありますよと。これ別サイトになってるんですかね。フロント、こっちになると、もう省庁の URL じゃなくなってますね。これが見てた、プラトーのホームページですけど、これはトップに、国土交通省政府日本ってなってるので、日本の省庁のサーバーにあるんですが、これに飛ぶと別のセンターさんなので、独自の URL になっているというふうに構成が、URL がなってます。はい。で、このページちょっと深く入り出すと横道にそれるので戻って、ここで配られていると。で、ここで公開されているプラトー 3D モデルは商用利用も含めて無料で利用できますと。ライエンセンスについて詳しく知りたい人はここを見てくださいと。で、特に著作権とかはよく見てくださいねってことだと思います。で、モデル以外にも様々な地理空間情報が提供されています。データによってライセンス系の種類や無償、有償などが違うので、ちょっと留意してくださいねということで、公開されているプラトーの都市空間と都市モデルは商用利用も含めて無料で使えるということで、それ以外もあるので気をつけてくださいねということみたいです。で、このポータルサイトと検索ということで、ポータルサイトはそこから入りますというので、このポータルサイト、このリンクもまだあるんですね。これまた違うとこなのかな。これとまた違うとこですね。モデルのポータルサイト。これもクリックするとまた新しいページが開いて、違いますね。G 空間情報センター自体は同じですね。まあ、ただ URL 大きく違うんですよね。一応違うサーバーになってるのか。こっちはフロントか。あ、
フロントページっていうのでちょっと URL が違うんですけど、同じところ同じところですね。字を、もっとちっちゃい字でどこ見てるかっていうと、ここ見てます。GOSPADIAL と。ここは一緒ですよね。だから同じサイトは同じサイトで少し階層が違うというぐらいになってますと。このとこ詳しく見てると追いつかないかもしれませんが、ここは私が勉強している時にも何度か見たサイトで、ここで市町村を選んでデータ、場合によってはこういう2つね、2年、数年間、ここなんか3つありますよね。石川県の加賀市なんか3つあったりします。で、そんな風にデータが載っているサイトです。これが開きました。で、これでずっと見ていって、もしくはまだあるのか、モデルオープンデータからもダウンロードできますと。オープンデータの。これまた、こっちは政府のポータルで、こっちはプラトーのページですよね。ここからも行けるのか。とか、いろんなオープンデータのこんなリンクもありますよと。なんか入り口がいくつかあるみたいですね。で、今見ているこれなんかもここに貼り付いてたりしますね。はい。いろんな箇所から入ってこれると。で、格納されてる属性の違いということで、建物の種類、建築された都市、都市計画、土地利用、属性、さまざまなものが入っていますと。詳しくは3.3で、後で述べましょうと。ポータルサイトには属性リストと呼ばれる Excel もしくは PDF ファイルが提供されており、そこにデータの属性が一覧となっていますよと。で、公開情報モデル。これを見ると、関東、東京、これはレベルオブディテールでしたっけ？この2のうち、2の外とか、なんかいろんなので、こういう、構造情報、床面積、土地利用区画、調査した都市などいろんなデータが入ってるっていうのが一覧になっていると。では実際にダウンロードしてみましょうと。23区と北海道札幌市のデータを扱いますと。東京都23区を開きましょうと。で、このページに行って東京都23区。検索からたどる。検索からたどるって見てみると、東京23区ってあるんですかね。東京。上の方かな、東京は。東京ありました。東京23区。年代が2つありますね。で、この説明ページだったらどっち使ってるんですかね。年代がわからないですね、これね。2021年6月にデータを更新しましたって書いてあるので、2022年ではないのかな。これどんな風に開くのか見てみましょうか。2020年モデル。ずっと 23年どんどん追記されてますね。2020年のデータに対してどんどん更新されていて、今年の4月まで、いろんな更新情報も入ってます。2020年だっていう表記がパッとはわからないですね。2022年をクリックすると、ここ2022年度って書いてありますね。2020は2020年度とは書いてないのかな？は書いてないですね。ということは、ここのテキストに載ってるのは2020年度のデータみたいですね。このデータにたどり着きましょうと。で、ダイレクトに飛ぶのが さっきのこのリンクですかね。で、今見ているのが東京23区のそのリンクっていうことになります。なんかちょっとこだわりすぎかもしれませんが、これをすると URL が少し違うみたいですね。
URL 確認しておくと、-2022っていうのが入っているので、はい。で、このテキストで言ってるのは間違いなく、開き直しちゃいましたが、2020年度のデータを見ていると。で、ここにずっと追記があって、テキストの方だと追記が1行しかなかったので、本当出来たてほやほやの頃のサムネイルというか、画像がここに貼ってあるんでしょうね。で、同様にしてダウンロードのページ、札幌のこっちは2020バージョンになってますね。これ戻って、札幌の 札幌の2020年バージョン。うん。札幌市。2020年バージョン。で、ダウンロードできるデータの種類、いくつかのデータで配られていて、試験的にはそれに関しても提供されていないことがありますと。コンバート。もういろいろな形に変えれるみたいですね。また、地形はテキスチャとしてできるオルソ画像も提供されています。オルソ画像って何なの？部分的なデータだけを利用して、変換されたデータを利用されるのではなく、必要な部分だけを切り出し、自ら転換した方が覚えやすいことがありますと。XM 形式は他のデータに比べて、プログラムによる機械的なデータの切り出しがしやすいためですということで、必要的な部分だけを使いたいときは、自分で出してく、あの切り出してくださいということみたいですね。都市モデルのデータ、ハブ X、これユニティなんかで読める形式ですね。オブジェクト、これ一般的に、これ軽量だって書いてますね。これの方が重いのか。ソフトウェアがサポートしているものですと。ディテール、GIS なんかで使える形式、TTF のビットマップ座標情報を付加して、GIS で扱えるようにしたもの、オルソ画像などフォーマットとして使えると、こんなのもあるんですね。で、ダウンロードできるデータは都市によって違う。23区の場合はこんな風になっていて、目録、図形だとか、このデータ、さっき一覧にあったやつですね、これだとか、これサイズ結構大きいですよね。2.8ギガとか2.1ギガとかあります。非常に大きいデータで、ダウンロード、それぞれダウンロードできると。データ目録にはこんなものが入っていて、とファイル構成、この辺りは結構専門的になってくるんですかね。ファイル構成 TGML、これの仕様で都市を扱う標準的なフォーマットですということで、OGC、ORG、スタンダード、CTGML。これちょっと開いてみましょうか。これが国際的なページなんですかね。オープン。メンバーだとログインができて、英語で書かれていて、アメリカにあるみたいですね。アメリカにあるサイトで、ここで決まったフォーマットを採用して作られていますと。テールは 3D モデル標準製品仕様。これ、HTML 欄、定められていますと。固有の仕様まで作ってあるんですかね。対象地形が変わるというので、製品仕様書に書かれていて、属性の違いと。標準作業手順、データを利用する人のための仕様、作る人のための仕様として、手順書があります。測量業者などが既存の測量データから、それマニュアルですと。仕様解説、データ作業中、より細かい部分を確認したいとき、自分で使えるデータ、プラトーで使えるようなデータを作ろうとした時の手順書、多分これ読むと、すごく大変。チャット GPT ぐらいに読んでもらって解説してもらうといいかもしれません。割としっかりした手順書で、
ページもなんかすごいページありそうですね。これがプルダウンなので、ガーッと引っ張って、何ページぐらいあるんですか？ 200 ページ近くある。178ページとか出てますね。と、令和4年に出ているものです。で、ちょくちょく更新もされていると。まあ、ここまで見る必要は今のところないかなと思うんですが、かなり細かいことをちゃんと書いてくれてあるマニュアルのようです。はい。で、配られるファイル構造、ZIP で提供されますと。このデータの ZIP を展開したフォルダ構造。1個のファイルじゃなくて、こんだけいっぱいいろんなものが入ってるんですね。ビルディング、ブリッド、デム、FLD。それぞれこの階層の説明がこの後にあるんですかね。フォルダも都市によって違いますと。で、札幌市だったらこんな風になっていて、フォルダ、東京には FRN っていう都市設備のデータのフォルダがありますが、札幌市にはありませんと。逆に札幌市には津波浸水想定を含む TN、津波ですかね、津波フォルダがありますと。こんな風になっていて、ビルディング、ディム、フィルド、これのことですかね。津波。東京には津波ないんですかね。ないですね。トレンとかありますね。まあ同じものもあればないものもあると。で、地形ごとのフォルダ分けと。で、この辺りぐらいは知っておきたいですね。建物、建築物、付属物、境界面、開口部はビルディングと、TRN は道路、都市計画決定情報はこういう URF、 これはあんま使わないですかね。土地利用、浸水、まあ、この辺り、フルッドか、浸水する。それから津波、これ災害マップとか作るときはこの辺使えそうですね。土砂崩れ、高波、内水浸水、都市設備っていうのがありますね。で、植生っていうのは木だと思います。で、これ、ガードレールとか、車の標識とかのようです。FRN っていうね。で、あと、デムっていうのは地形の隆起を表現すると。まあ、地形ごとの接頭尾ってなってますね。で、メッシュコードによるファイルの分割っていうことで、命名規則がちゃんとついてるみたいですね。メッシュコード、地形の接頭後、CRS オプション、アンダーバーオプションとなっていると、メッシュコード、これ、地図で切り貼られてる区画のことで、これはさっきの表に出てきたやつ。で、CRS、適用される座標系のコード。667、緯度、経度。東京湾平均海面を基準とする、標高か、日本の緯度、経度、経のいずれか、ほとんどが6697で、都市計画の高さを必要しないデータには668が適用されていますよと。だこれ見たら分かるんですよね。高さ情報があるのが6697で、6668は、と、どっち、あの高さの情報がないような情報につくのが6668と。オプション、データがあるっていうのは、オプってついていたらオプションデータがあるっていうことのようですね。ここで重要なのがメッシュコードですと。都市モデルは一つのファイルで構成されているわけじゃなく、メッシュコードで規定される区域ごとに分類されていますと。メッシュコードを確認する。ダウンロード ZIP ファイルに含まれる PDF ファイル。こんなのがあるんですかね。札幌市にいるとこんなのがあって、これか、角マップって読むんですかね。ちょっと漢字が読めないですけど、マップにメッシュコードが記載化されていますということで、これですよね。これがメッシュコードというやつで、ここに二次メッシュ行政区の境界
とか三次メッシュとかいうのがありますね。メッシュと分割。メッシュは国が地域の特権にもつれるために緯度経度に基づいて区画された区域で、標準地区メッシュと呼ばれていますと。1次、2次、3次メッシュ、そしてそれより細かい2分の1地域メッシュ、4分の1が定義されています。表3の4。これ3の7ですよね。図ですよね。ここにあるのか。1次メッシュ、80km が1辺。で、2次メッシュは 10km。これを8等分したもの。3次メッシュは 1km。これを10分の1にしたもの。2分の1メッシュはさらにこれを分けたもの。2分の1にしたものの左下の区画に1、2、3、4と連番してあると。だから、これが一応例か。1次メッシュがこれで、それから8等分すると、下から0、1、2、下から0、1、y までがあって、これがだからその言えば下から4番目と左から5番目っていうのがあると。でさらにこれを10等分するので100区画できるのか、それの25番目っていう意味ですかね。でその25番目をさらに4等分したやつの1番目と。でさらにこれをまた2分の1にするので、さらにそれの1番目っていうので、こんな深い階層になっていて、それぞれ分割されてついていると。で、命名規則ではハイフンはつけませんよと。だから数字の羅列ですごいことになりそうですね。で、3次、こういうものは3次メッシュ、それ以外は2次メッシュでやっていますよということですかね。3次メッシュって言うと、ここか。1キロ四方で建物が入っているということみたいですかね。これはちょっと分割を詳しく書いてくれていると。80キロメーターではこんな風になっていて、で、4号っていうのは下から5、0か。0を含むのか。0、1、2、3、4。で、左から0、1、2、3、4、5でここになってると。だからここが0、0なのか。で、ここが0、7、8等分で0、7になっていて、ここが7、7、45っていうとこの辺りっていうふうになると。で、その45がさらに10分の1に分かれていて、0、0から0、9まで分かれていて、で、45の25、0、1、2、0、1、2、3、4、5というので、この45の中のさらに25番目ですよというふうな形で、どんどん細かくなっていくと。まあ、実際の街を切るんで、それぐらいにメッシュを使うんですかね。で、分割使うため、どのメッシュに含まれるか調べないといけませんよと。で、それがまあ調べれたら逆に都庁がどこにあるかとかピッとつまみ出せるようになると。で、地図で見る統計を開くと。以下を入力して統計を見ますと。で、GIS。地図で見る。ログインしないで GIS を始める。地メッシュとラベルにチェックをつけて、赤線が表示されて、二次メッシュとかなんかこんなのが出てくるんですね。建物の地形を見つける。東京都庁はここにあるというのが分かって、この数字が分かると、まあデータを探す時に検索して見つけれると。これが一番小さい括りになるんですかね。メッシュをまたぐ建物。占有面積が多いほどメッシュにのみ含まれているやつますと。重複されることはないですというふうになってますね。ファイルサイズが1ギガを超えることはありませんと。もし超える場合は分割されてしまっていますよと。
ということで、ここまでですね。ここまでだけで十分1日以上、もう30分ぐらい読んでますね。はい、このペースでいくと本当にすごい時間かかりそうですね。で、これを体験してみたいんですが、ちょっと今日はそこの最後のちょろっと出てきた別のサイト、これをちょっと明日見てみようかなと思います。はい、今日はもうなんかざっと見ただけで終わりましたが、かなりの分量ですね。これで4分の1ですから、プラトンに載っている勉強には事足らないぐらい本当にデータがありそうです。今日はまあ、区画、どんな風に地図がメッシュされていて、建物がどこに入っていて、そのための数字の羅列がいっぱい出てきたんですよね。アプリっていうか、サイトを見ていると、それの数字の意味はちゃんと定義されていて、それに従ってるんだよっていうのがありました。まあ、これ4部作あって、1を読むだけでもかなりの分量なので、さらにこれをコンパクトにまとめたようなマニュアルみたいなのが欲しいかなと。全部の表じゃなくて、特定のいくつか欲しい表っていうのが出てくるんですよね。そんなのになると、まあ教科書を書くとか、まあそれ用のなんか聞いたかなんかにページを作るとかになってくるのかもしれません。はい、今はとにかくまだまだ初心者なので、その教科書書くなんていうのは大それているので、まあざっと見ながら、まずリテラシーを高めようということで見ていきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝6時に、木金ではメタバース、月火水はスクラッチと機械学習の動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。